有馬塾中津です。今日申し上げたいのは、慶太天皇は清王朝にあらずです、最大のですね根拠を申し上げます、皆さんこのお二人はご存知でしょうか。大村氏でありますね。大村氏、大友の金村、大村氏、物止めの荒賀妃です。この二人ですね、慶太天皇を政権につけたお二人なんですけど、だからというわけじゃなくてね、慶太天皇が即位する前から2人とも大村氏、慶太天皇が在位中も2人とも大村氏、そして慶太天皇がですねお亡くなりになった後も大村氏です、政権交代でしたらね、そんなことあるでしょうか。以上です。